ゆっくりドラム講座 LM400。 生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からナメック星人まで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日はド定番スネアラディック LM400 を伝授します。ラディック LM400 これです。ちなみに今回のスネアは私のじゃなくてスタジオのレンタル機材です。ラディック LM400 素材はラディアロイ。昔はよくわからない謎の素材とされていましたが、最近ではアルミとラディックから公表されております。 LM400 要は銀メッキされたアルミ製のスネアってことですね。 LM400 の深さは5インチです。ちなみに LM402 っていうのもあって、そっちは深さが 6.5 インチ。レッド、ゼッペリンのドラマージョン、ボーナムが使っていたので、むちゃくちゃ人気のスネアですね。アルミシェル、じゃあ上の動画の LM404、アクロライトと同じでしょ。って思う人もいるかもしれません。アクロライトとの違いは塗装と、ラグの数ですね。ラグとはスネアについてるネジをつけるところ、赤矢印のところですね。LM400 はこれが10個。格好よく言うと10テンション。アクロライトは8個8テンションです。ビビたる違いですが、値段は8000円くらい変わります。1970年以のいわゆるインテージ品なら値段は倍くらい変わりますね。ごたくは良いから音を聞かせろ。ごもっともですね。では、ハイピッチのチューニングから叩きます。次は、私が思う普通って音程のチューニング。次はローピッチ。低いチューニングですね。定番だけあってこれはスネアですって感じですね。とても素晴らしいですね。ちなみにこの謎のレバー、これは何かというとミュートですね。裏から見てみましょう。こういうフェルト素材の機械がついてて、レバーを回すと画面にフェルトがついてミュート効果を生み出します。要は音の余韻が短くなります。せっかくなのでやってみましょう。まずはミュートなしで叩きます。ミュートレバーオン。ね、音の余韻がなくなったでしょう。ちなみにこのミュート装置は最近の LM400 にはついていません。あれば便利そうですが、ノイズ出たり、叩いてるうちに緩んだり、いろいろ面倒こともあるのでなくなったのでしょう。ちなみに LM400 は昔からあるスネアです。それは昔からあるスネアです。今回紹介してる LM400 は1960年製ですね。約50年前。もしかすると60年くらい前、60年も前の楽器が普通に使えるってすごい、と思ったら、アイオリン島では60年前とか軽いジャグだそうです。楽器とはなかなか奥が深い世界です。現代の LM400 との違いは、ラグの下にゴムがあるかないか、さっき言ったミュート装置があるかないか、アルミの配合率がどうたらこうたら、ラグの中身があーだこうだ、そもそもロゴのバッジが違うなど、詳しい人ならもっと知ってるでしょう。細かい違いですが、いろいろあります。音も違うって人もいますが、そのあたりは人それぞれなので気になる人は調べてみるといいですね。LM400 初めてのスネアとしてはおすすめですが、難点は老舗の商品だけに値段が高めってことですね。お金さえあるならアルミシェルで軽くて持ち運びにもいいし、おすすめですね。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクールドまでぜひどうぞ。Twitter のフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。最低リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録忘れずに。今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投資が私の希望になります。ではお別れです。ねえ、簡単でしょ。